倉本正宏、倉本正宏、倉本正宏、1955年9月9日隊は、広島県広島市三崎町、現西区三崎町出身のプロゴルファー、日本大学卒業、2014年2月24日から日本プロゴルフ協会会長、アオンと共に、1980年代のゴルフブームを起こした名選手である。成果は、 地元広島の老舗の有名料亭。祖父は、生け花の師範という、恵まれた環境に育った。しかし、巨弱体質で、学校もよく休み、多くの病院を回ったり、治療のため、東京まで行って入院したりするよう子供だった。ゴルフを始めたのは10歳。小学校5年の時、七位が、ゴルフに行きたいが、ための出しに使われた。日本のプロゴルファー第1号。 福井各自の子、福井康夫が広島に移り、ゴルフレッスンを始めたことを機に指示した。しかし一番ゴルフを教えてくれたのは叔父、倉本康信、原芸名、レックス、倉本の父という。両親とも店の仕事が忙しく、学校だけは、市内中心部、広島市立袋町小学校に通い、郊外に住む、祖父夫婦に育てられた。このためわがまま放題で、 さらに練習は、名門、広島ゴルフクラブに所属したため、子供の時に友達と遊んだ記憶は一つもないという。このため暇つぶしで練習場に通い福井のレッスンも、暇な時、大人のレッスンの合間にしてくれるもので、一度も練習を強制されたことはなく楽しんで、ゴルフを続けた。これが続けられた理由ではと述べている。初めて憧れたゴルファーは、 史上最強のアマチュアゴルファー、中部銀次郎。ストック高等学校時代には全日本ジュニアチャンピオンになるなど、広島に蔵元ありと大いに名を馳せた。また小柄な体にパワーをつけるため、高校時代からアスレチックジムに通い、筋力トレーニングを取り入れた。アメリカの情報を仕入れ、当時からビタミンやタンパク質を摂取していたという。 日大で同窓の湯原信光や牧野博ひらが興味を持って彼らに接種法を教えたと話している。ポパイというあだ名は高校時代につけられたもの。筋トレの先駆者である。ダンベルなど器具を使った筋トレはアメリカにキャンプやトレーニングに行った一部の野球選手が1960年変わら少しずつ始めたものと言われている。一般的に広まったのは1976年に 相関された、ポップイ、ポパイの筋トレ特集や、チーム全体で導入したと言われる1970年代後半の、広岡達郎監督のヤルトスワローズ、1980年代、初めの高校野球、徳島県立池田高等学校の活躍あたりからで、ある。倉本は1970年代中頃から、システマティックに練習に取り入れていたと、1981年、 プロデビュー年の週刊誌のインタビューで話している。1974年日本大学に入学すると、小柄ながら引いてた、飛距離などを武器に、空前絶後の日本学生選手権4連覇、4年連続優勝を成し遂げた。その他、1975年、1977年、1980年に、日本アマ3章、関東アマ2章など、アマチュアタイトルを総なめにし、 トップアマとして君臨した。生涯アマチュアでプレイし、アマでマスターズを取りたいという夢を抱いたという。しかし1978年、この頃日本とアメリカを往復していた倉本は知人に騙され、大麻を所持。一年間の公式戦出場禁止処分を受け公式戦出場停止となり、一時実家の料亭を次、初めての大きな挫折を味わった。 1980年にはアマチュアで参加した中四国オープンで史上初のツアー競技マチュア優勝、鮮やかなカムバックを果たす。最強のアマ、倉本は当時のプロの脅威だった。しかし同年行われたプロゴルファーテストに一打足りず不合格、またも挫折を味わう。トップアマでプロにも勝ったにもかかわらず、プロになれないという矛盾は後自らが改革して改める。 プロテストに落ちた翌日、トサカントリークラブからの熱心な要請に応え、同クラブと専属契約を結ぶ。翌1981年、プロテストに合格。7月プロ転向デビュー戦、公演競技、和歌山オープンでいきなり優勝すると、デビューから4戦で3勝し、センセーションを巻き起こした。この年、経歴賞、新人としては、 史上最高の賞金ランク2位となった。こうした例は、日本のプロゴルフ50年の歴史にはもちろん、世界のゴルフ史上にもないと当時言われた。飛ばし屋として知られ、ポパイとあだ名をつけられた。青木伊佐崎正中島常幸の、青に、若手の倉本が絡んだことでツアーは大いに盛り上がり、ゴルフブームを起こした。また同じ学士プロの湯原信光、母川豊とで、 若手サンバガラス、ニューウェーブサンバガラス、学士プロサンバガラスなどと注目を集めた。キャディ上がりのプロが幅を利かせる時代は終わった。学士プロがゴルフの世界の勢力分布図を大きく変えたなどと、当時のマスメディアも倉本らの活躍を大きく取り上げた。青木勲は著書、俺と戦った男たちの中で、倉本は体が小さいのに、ボールはよく飛ぶ。 ジュニアの頃から体得している、ショートゲームも非凡、パッティングもうまい。オールラウンドプレイヤーで何より甘時代に勝ち方を知出してしまっているのが最大の強みだった。加えて性格が明るい、うじうじしない。だからプレイのテンポが速い。あっという間にファンの人気を集めてしまった。以来、アオンに K が加わって日本のプロツアーは進んだなどと述している。 倉本との記憶によみがえる戦いとして1985年のブリジストンオープンを挙げ、最終日の大逆転で倉本が勝利したが、試合後のインタビューで、青木さんに勝って欲しかったと言っていたのを絵聞き、自分のことではなく、広く自分の生きる世界の現状、未来を考えている男、ゴルフしかできない昔のゴルファーではなく、これまでのプロゴルファーにいなかったタイプと感心したと、術ている。 1982年には全英オープンで日本人選手の過去最高位4位体の偉業を果たす。倉本が半袖シャツの上に着たブラックホワイトのベストは売り上げが2倍になったと言われる。倉本はこの他、ボール、手袋、バッグがブリジストンスポーツ、靴がジョンストンマーフィーと、クラブ以外は全て専属契約を結んだ。また、 久光製薬のエアアーサロンパスやコカ・コーラなどの CM にも出演。それまでのゴルファーは暗い、ダサいイメージがあって CM はゴルフ関係にほぼ限られていたが、クラモドラは規制のイメージを破った最初のプロゴルファーでもあった。1992年には通算25勝目を挙げ、日本男子プロゴルフ史上5人目、大学出身初の A 級シードを獲得した。 この1992年には、アメリカ PGA ツアーの旧スクールをトップ合格し、1993年の PGA ツアーに挑戦したが、諸事情あって専念できなかったことは、今も後悔していると話している。生涯獲得賞金は10億991万5189円で、谷口徹に次ぐ6位と、青木伊佐をしのぐ。この後は、 役職の激務からカスランプに陥った。2000年には心臓弁膜症の手術を受けるなど苦難のシーズンが続いたが2003年アコムインターナショナル初日に日本ツアー史上初の最小スコア世界タイとなる59ストロークという異業を最年長48歳で達成し30勝目を挙げた。こうした記録から攻撃的なプレイヤーのイメージを持たれるが倉本自身は 僕は日本のゴルフ界に刻むを持ち込んだ人間でしょうと話している。また、散歩、3秒で打つと、実著で述べているように、早く打つことで有名。人間のリズムは散歩から始まり、イメージが持続するのは3秒まで、と自身の考えに基づくものという。早くから、米ツアーに挑戦した経験から、米ツアーの組織力、トーナメント運営力などを学び、 選手会とのねじれがあったジェイプガの組織と制度の改革を断行し、1997年にツアー・オブ・ジャパンを発足させ、1999年には PGA と完全分離したジャジテオを立ち上げるなど、ゴルフ界改革を成し遂げた人物でもある。ジャジテオの選手会、JGTPC の選手会長は1992年から歴代最長の8年間務めた。 2010年度もジャジテオ幹事、2012年、13年ぶりに再び選手会長に就任した。また、ジャジテオの副会長を務める。近年はスナックゴルフの普及にも力を入れている。なおあだ名は、デビュー当時はポパイであったが、米国ツアーに積極的に参戦するようになり、マッシーと呼ばれている。マッシーは、米国留学当時のニックネーム、自社名も、 マッシシーーーコーポレーション、かつて、宮里とアイラの対等で流星となっている女子に比べ、元気のない男子ツアーに対しては、日本女子、プロゴルフ協会の広報面での努力もあるが、若手が出てきたということは、裏を返せば、プロのレベルが低いということ。逆に男子はレベルが上がり、若手やアマが勝てる状態ではない。むしろ、ゴルフとはこういうもの、と理解してもらった方がいいと述べていた。 また、自身、男子ゴルフに初めて、チタンヘッドを持ち込んだ選手としても知られるが、用具の問題には危惧する。今の男子ツアーは、野球で言えば、両翼150メートルの球場にしたのに、年間60本類の打者がたくさんいる状態。アマは別にして、プロの用具規制は必要と訴えていた。2005年11月、チャンピオンズツアーの最終予選会に参加。 世界各国から350人の参加中、トップ合格を果たし賞金4万5000ドルを獲得。ジェイプが副会長職などの養殖は辞して2006年からチャンピオンズツアーに本格参戦した。チャンピオンズツアーの賞金総額は日本の男子レギュラーツアーの約2倍の60億円で人気も高い。チャンピオンズツアーではマッシークラモトの名前で登録。 時折上位に顔を出したが、優勝はならず2008年限りで事実上撤退。国内レギュラーシニアツアーに主戦場を移した。2010年は日本シニアオープンで優勝など、シニア10試合中、9試合に出場。ほとんどの試合で優勝争いに絡み、優勝2回、トップ105回を記録し、レギュラーツアーで30勝も上げながら縁がなかった、賞金王に輝いた。 2014年2月、現役選手として、史上初の日本プロゴルフ協会会長に就任した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。